ベルトドルンベルガーはドイツの軍人、ロケット技術者。最終階級はドイツ国防軍少将。陸軍兵器局でロケット開発の責任者を務めた。第二次世界大戦後はアメリカ合衆国に渡った。三代続いた薬局の一家にギーセンに生まれる。兄が二人いる。第一次世界大戦が勃発すると軍に志願して従軍した。 1918年10月から1920年3月までフランス軍の捕虜となっていた。戦後バイマル共和国軍に採用され、1920年代末にシャルロッテンブルク工科大学で機械工学を学び、学位を取得。1932年陸軍兵器局より固形燃料ロケットの開発を任される。ベルサイユ条約によりドイツは長距離砲の開発。 所有を禁止されていたため、抜け道として条文にないロケットが注目されたのだった。1932年の春、ドルンベルガーとカールベッカーが宇宙旅行協会のロケット打ち上げを見学した。見学後、ドルンベルガーは秘密原子と軍事転用を条件にロケット打ち上げを支援する契約を申し出た。当時、若い学生でチームの一員でもあったベルナー・フォン・ブラウンは この契約に積極的だった。しかし結局協会側はこの提案を断った。その後1932年11月、フォン・ブラウンはカズとドイツ陸軍兵器局に入り大型ロケット開発を始めた。ドルンベル側は少佐当時の1935年7月陸軍兵器局で部長に就任。1935年にベルリン工科大学より ジャイロスコープ開発への寄与により、名誉博士号を贈られた。1936年には、陸軍兵器局ロケット部長として、ロケット開発の監督に任せられ、後の部位にロケット開発へとつながった。第二次世界大戦中の1943年、少々に昇進し、ペンネミウンで陸軍実験場司令官に任命された。同年より1945年まで、 V にロケット部隊の訓練と補給を担当した。1943年9月より、ミッテルベルク有限会社の参与となり、コーンシュタインの地下行動で、ミッテルドーラ強制収容所の囚人を強制労働させて、ロケットを生産した。西部戦線での V にロケット投入を称され、1944年10月に、先行十字証券付き師匠を授与された。 アメリカ軍の捕虜となった直後のドルンベルガー、フォン・ブラウンら、1945年5月、チロル地方、ロイテ・デ・フォン・ブラウンラと共にアメリカ軍の捕虜となった。ドルンベルガーは戦争犯罪人として扱われ、ロケット技術確保を望むアメリカ軍は釈放に尽力したが、結局1947年7月までウェールズで収監されていた。中では、 ドルンベルガーは、屋外労働にも出ず、他の捕虜たちとも交流せず、独房に何度も入れられた上、同じドイツ軍捕虜からも嫌われ無視されていた。1947年に、アメリカ合衆国への出国が認められ、2年にわたり、オハイオ州ライト、パターソン空軍基地で、アメリカ空軍の顧問を務めた。そこではおよそ120人のドイツ人、ロケット技術者が開発に従事し、 家族を呼び寄せ、アメリカ市民権を取得した。その後ベルエアクラフトに転職し、1959年から定年まで経営に参画した。そこではロケットで宇宙空間に出て、マッハ後の超音速で帰還するという X-20 の開発計画相談役を務めたが、これは後のスペースシャトル計画の先駆けとなるものだった。1980年に、 西ドイツのザスバッハで死去した。1984年にアメリカ第7軍のパトリオットミサイルが最初に展開したのはドルンベルガーの故郷議員船近くであり、当時の西ドイツ国防省マンフレートベルナーによりその中屯地はドルンベルガーと名付けられた。この第43防空砲兵連隊第4大隊はこの中屯地を1991年まで使用した。 ありがとうございます。